ウォーレン・ベンソンはアメリカの作曲家、打楽器奏者、教育者、ウォーレン・ベンソンとも表記される。デトロイトに生まれ、音楽のマグネットスクールだった、キャスコーカ高校で打楽器とホルンの演奏、音楽理論を学ぶ。10代からプロのドラムズ、打楽器奏者として活動しており、1943年にミシガン大学に入学、学部生の間に、 デトロイト交響楽団のティンパニ奏者として、オーマンディ、ライナー、グーセンス、バーンスタインなどの指揮で演奏する。1950年から1952年にかけ、フルブライト奨学金に選ばれ、テッサロニキのアナトリア大学で教鞭を取り、合唱団を指導する。帰国後は、イタカ大学、南メソジスト大学、イーストマン音楽学校で指導にあたる。 イーストマン音楽学校では、リリアン・ファー・チャイルド賞、キル・ボーオン特別教授などに選ばれ、退職後の1994年には名誉教授となる。生徒には、エリック・エワゼンや、ロバート・パターソンなどがいる。世界吹奏楽協会や打楽器芸術協会の創設メンバーでもある。作曲はほとんど独学で、100作以上の作品を書いており、 40カ国以上で作品が演奏され頻繁に録音が行われている。特に合唱曲や管楽器や吹奏楽のための作品で知られている。管楽器作品はより上等的な手法からは、離れ、原色の音色、息の長いフレーズによって緊張感に満ちた時間を作り上げる。ドナルド・ハンスバーガーは吹奏楽のシリアスなレパートリーへの 特に興味深い貢献者の一人と述べている。グッケンハイムフェローシップ、ウィリアム・レベリ作曲コンテスト受賞、ピューリッツァー賞ノミネートなど数多くの賞を受ける。ありがとうございます。